挑戦者たちの熱き思いサンピープル1マイニュートで心を揺さぶる瞬間を見逃すな平野紫×渡辺直美の最強コンビサンピープル1マイニュートの見どころ完全ガイド平野翔と渡辺直美が初めてタッグを組んだ MC として登場する特別番組サンピープル1マイニュートは見る者を魅了する新しいエンターテインメントの形を提案していますこの番組では 三人以内一分以内という制限のもと、歌やダンス、マジック、アート、一発芸といった多彩なパフォーマンスが披露され、審査員たちが世界に通用するナンバーワンパフォーマンスを選定します。優勝者には三百万円の賞金が授与されるため、参加者たちはその一瞬にすべてをかけています。今回の番組が特別なのは、 平野翔と渡辺直美という2人のカリスマ的な存在が MC を務める点です平野は戸部が所属するアイドルグループナンンバーーアダラインアイのメンバーとして多くのファンを持ちその演技歌ダンスが高く評価されていた一方渡辺直美はお笑い芸人として国内外で活躍しそのユーモアと存在感で多くの人々を楽しませてきましたこの2人が一緒に MC を務めることで 番組全体に一層のエネルギーと魅力が加わることは間違いありませんさらに審査員の顔ぶれも非常に豪華です B ・ファーストの生みの親であり日本の音楽シーンをリードするスカイハイ b t s をはじめとする世界的なアーティストの振り付けを手掛けるリエハタマイケル・ジャクソンの振り付けを担当した伝説のトラビスペインそして現代の女性像を体現するアイコン恵み 日本のサイモン・コーエルと称される加藤浩二が審査員を務めます。このような世界基準の審査員が揃うことで番組のクオリティは非常に高く視聴者も一瞬たりとも目が離せない内容となっています審査基準はもう一度見たいかどうかというシンプルながらも非常に厳しいものですこの基準の下で全日本選手権4連覇の社交ダンス最強兄弟世界が認めた次世代マジシャン 仮想大賞優勝チーム日本一の煙パフォーマーなど異なるジャンルの超一流パフォーマーたちが挑戦しますそれぞれが持つ特技や芸術性を最大限に発揮し審査員だけでなく視聴者の心をつかむために全力を尽くします収録を終えた渡辺直美はめちゃくちゃ楽しかったですね終始大興奮でこんなにいろんなジャンルのパフォーマーがいるんだって改めて気づかされましたし 最初はみんな笑ったりしてましたけど最後は泣いてましたよね、と興奮冷めやらぬ様子で振り返ります。平野翔も、いろんな感情を見られましたよね、と共感し、今、エンターテインメントっていろんな形で目にすることができると思うんですけど、テレビの前の皆さんも息を飲みながら見てくださるんじゃないかと思います、と期待を寄せています。この番組の魅力は、単にパフォーマンスを披露するだけでなく、 それぞれのパフォーマーが持つ背景やストーリーにも焦点を当てている点にあります。例えば、全日本選手権4連覇の社交ダンス最強兄弟は、その陰にどれほどの努力と犠牲があったのか。世界が認めた次世代マジシャンは、どのような過程でその技を磨き上げたのか。仮想大賞優勝チームは、どのようなチームワークと創意工夫を持って優勝を勝ち取ったのか。 それぞれの物語がパフォーマンスに色を添え、見る者の,の心に深く響くのです。また、この番組は現代のエンターテインメント業界における多様性の重要性を強調しています。様々なバックグラウンドを持つパフォーマーたちが一堂に会し、その才能を披露することで、視聴者は異なる文化や価値観に触れる機会を得ます。これにより、単なる娯楽を超えた、 教育的で感動的な体験が提供されるのです。番組を通じて、視聴者は自身の限界を超える挑戦の大切さを再認識することができます。限られた時間内で最高のパフォーマンスを見せるためには、日々の練習や自己鍛錬が欠かせません。その過程で直面する挫折や困難を乗り越える力は、すべての人々にとって励みとなるでしょう。サンピープル一枚ニュートは、 新しいエンターテインメントの可能性を探ると同時にパフォーマーたちの情熱と努力を余すことなく伝える番組です視聴者はこの番組を通じて自分自身の可能性や夢に対する情熱を再確認し新たな挑戦への勇気を得ることができるでしょうそして平野翔と渡辺直美の MC としての新しい一面にも注目が集まり彼らの今後の活躍にも期待が高まります エンターテインメントの形が多様化し続ける中で、サンピープル一枚ニュートはその一歩先を行く斬新な企画として、今後も多くの視聴者に感動と驚きを提供し続けることでしょう。この番組を通じて、どのような新しいスターが誕生するのか、どのような感動的な瞬間が生まれるのか。視聴者の皆さんも、ぜひその目で確かめてみてください。そして、 あなた自身も何か新しい挑挑戦に挑む勇気を、この番組から得てみてはいかがでしょうかサンピープル1枚ニュートという新しい番組の得意性は既存の枠組みを超えたエンターテインメントの新たな可能性を追求している点にあります通常のパフォーマンスショーとは異なりこの番組は短時間でのインパクトを求め視聴者の心に強烈な印象を残すことを目指していますこれにより、 視聴者は瞬間的な感動や驚きだけでなく、長期的に記憶に残るような深い体験をすることができます。また、番組内でのパフォーマンスは単なるエンターテインメントではなく、社会的なメッセージを含んでいることも多いです。例えば、異なる文化やバックグラウンドを持つパフォーマーたちが協力し合い、一つの作品を作り上げる姿は、現代社会の多様性と共生の重要性を強く示しています。 こうしたメッセージは視聴者に対して異なる価値観を尊重し理解し合うことの大切さを教えてくれるのです平野翔と渡辺直美の MC としての役割も非常に重要です彼らのユーモアとエネルギーは番組全体にポジティブな雰囲気をもたらし視聴者を引き込む力がありますまた彼ら自身も多様な背景を持ち様々な経験を積んできた人物であるため パフォーマーたちの気持ちに寄り添い共感を示すことができますこれにより番組は単なる競技や評価の場ではなく感動と共感を共有する場となるのですこのようにサンピープル一枚ニュートは視聴者に対して新しい視点を提供し既存の価値観を問い直す機会を与えます短い時間で最大限のパフォーマンスを見せるというコンセプトは現代の忙しい生活の中で 瞬間的な感動や驚きを求める視聴者にとって非常に魅力的ですそしてその背後にあるストーリーやメッセージは視聴者の心に深く刻まれ長く記憶に残ることでしょうさらにこの番組は視聴者自身の挑戦シーンを刺激するものでもありますパフォーマーたちが限られた時間の中で最高のパフォーマンスを見せる姿は日常生活においても同様に 短時間で効果果的に成果を出すこれにより視聴者は自分自身の生活や仕事においてもより効率的で創造的なアプローチを試みるようになるかもしれません例えば仕事のプロジェクトにおいても限られた時間内で最大の成果を上げるためには事前の準備や計画が重要ですまた困難な状況に直面した時には パフォーマーたちが見せるような創意工夫や粘り強さが求められますこうした姿勢は視聴者自身の成長や成功につながるでしょうそしてサンピープル一枚ニュートは新しい才能の発掘の場でもありますこれまで世に出る機会が少なかった才能あるパフォーマーたちがこの番組を通じて広く認知されることで彼らのキャリアや人生が大きく変わる可能性があります視聴者は その成長と成功を見守り、応援することで、自分自身もまた新しい挑戦に対する勇気を得ることができるのです。このように、サンピープル一枚ニュートはエンターテインメントの枠を超えた、多面的な価値を持つ番組です。平野翔と渡辺直美の MC としての新しい一面に注目しながら、多様なパフォーマーたちの努力と情熱に触れることで、視聴者は感動と共感を得るでしょう。そして、 この番組を通じて、新たな挑戦への勇気や創造的なインスピレーションを得ることができるのです。